どうもヒカキンです。セイキンです。あ、セイキン本日こちらです。お、帰ってまいりました。帰ってまいりましたね。恥ずかしながら帰ってまいりました。白角でございます。イエーイ、はい、白角、はい、帰ってまいりました。思うんだけど、うん、意外に皆さん馴染みないと思うんですよ。なんかあの白角が帰ってくるみたいなね、ウルトラマンが帰ってくるみたいな書き方しやがってるんですけど、絶対に馴染みないのよ。本日はこの普通の角と味比べしたいと思います。はい、東京ちゃん今日も行ってみよう。じゃあ白角の説明をちょいとさせていただきます。はい。さあ、サントリーウイスキー白角でございますが、うん、まあね、皆さん角はもうご存知の通りかと思いますが、はい、それの兄弟分ですね、白角っていうのが、うん、1992年に発売を開始しまして、2019年の1月に9倍が発表されて、はい、3年前ですか。そうですね、はいはいはい。で、まあ、在庫分のみで3月に完全に9倍という形になった、はい、そんなボトルでございます。普通の角に関しては山崎蒸留所等のバーボン樽原酒、うん、を、まあ、主体にバランスよく作り上げられているんですが、白角はですね、白州のホックスヘッドダル原酒にライトタイプの熟成グレーン原酒をブレンドっていうようなね、うん、形で作っていました。まあそれはね、前の白角なんで今の白角もそうなのかなっていう感じなんですけども、多分そうだと思います。大体ね、味は辛口とか淡麗とかね、そんな風な言われ方をしております。まあね、大体ね、もう2019年あたりから、はい、まあ白州の原酒ってものが著しく足りなくなりまして、ほうほうほう、白州12年の9倍とかね、なんかいろんなものの9倍が相次いだのがちょうど19年で、でまあその辺の流れで白角も9倍という形になったんですけど、はいはい、まあ角と同じ値段なんですよ、金額が700円くらいでしたっけ。いや、1200円、今高いです。そんなするの？今高いです、今高いです。当時の角瓶って言ったら、こういうの角はさ、まあ800円、900円ぐらいで下手したら買えたから、1000円ぐらいで買えたんですけど、今1280円とか、そんぐらいの金額になるんですけど、700何十円とか800円しないくらいで、叩き売りの時はでしょ。そうそう、スーパーの端っこの方で埃かぶってるイメージしかないです、白角って。角の人気はね、とてつもなく上がって、ほら、ハイボールとかに使われてたりとかするんですけど、白角はね、やっぱりね、人気なかったんですよ。はいはい。だからサントリーのウイスキーの販売量、はい、もう 5% 以下で、全体の 5% 以下、全体の 5% 以下、いろんなこうウイスキー販売あると思いますけど、その中でも 5% 以下の販売量だったなんていうふうに言われているので、まあそもそも人気はそんななかったんですよね。はい。ですからね、なんか最近になってこう復活なんつって、うん、この8月9日に出ましたけど、うん、まあ転売されるんじゃないかとか、なんやかんやとかって言われてますが、はそうなんですよ。へー、うん、ね、皆さんそもそもって、へー、皆さんそもそもそんな、え、ツイッターとかで白角買いましたみたいな。あ、まだ見てない、わかんない、どうなんだろうね。あとで、後で見てみたい。いや、今見よ。助手席にシートベルトかけてんの？嘘、いねえだろ、そんなやつ。気持ち悪い。そんなバカみたいなやついねえだろ。もう、もはや洗脳されちゃってますよね。これは洗脳ですね。まあまあ、でもうまいやり方かもしんないよね、その販売する側からすればさ、サントリーとしてみれば、うん、まあ、コアなファンも多い、うんうん、はい、ボトルですから ね、まあね、はい、ちょっとね、味を、はい、見ていきたいと思います。はい、すごいな。うん、はい、角、白角、普通角、色味はそんな変わんないっすか。そんな変わんないのかな。まあ若干白角の方が薄いような気もしなくもないんですが、まあでも液量があるからかな、これグラス、うん、このボトルで見ると、そうだね、うん、ボトルで見ると白角のが薄く見え、いや、いや一緒だな、一緒だ。香りをじゃあまず試してみますが、白角からいってみましょう。あ、これまず皆さんに言っとかないとね、はい、いろんなチャンネルが白角やると思いますよ、はい、今復活ですから、うんうん、みんな多分どうしても美味しいって言うと思います。サントリーが大企業だからさ、うんうん、言うと思いますけど、僕らはそもそも角がそんな口に合ってないですから。まあそうですね、そうなんです。うまければそれはうまいと言いますが、はい、ちょっと他のところとは感想が違うかもしれないんで、そこはね、ご了承ください。ご了承ください、まあ、なんか正直にしかできませんから、うん、はい、人それぞれですから、はい、よろしくお願いします。
強いね。強いんですよ。アルコール感が50度くらいあるんじゃないかってくらい強く感じます。強いね。アルコールアタックって言うんですよね。アタック、アタッカー、アタッカーですね。アタッカー、アルコールアタッカー、エースストライカーですよこれ。うん、アルコールをすごくキュンと感じるんですよ。うん、アルコールがだいぶキュンなんですけど、クリーミーな甘さもあるよね。まあ、だいぶ落ち着いてきて、うん、なんでしょうね、香木みたいな。はいはいはい、ふわっとね、甘いんですよ。まあ、まだね、開けたてってことあるから、キリ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 しますね。キリキリ前、キリキリ前、キリキリ前。普通の角、うん、ああ安定してるんだよね。うん、うん、全然刺さないよね。全然刺さない。度数は一緒だよね。80プルーフって書いてありますもんね。樽、うん、由来の甘さな。甘さ、やっぱバーボンダルのね、はい、焦げた感じとしっかりとその辺が感じられますよね。だからそうなるとやっぱこっちの方が軽やかになりますよね。甘さのなんか重さも軽やか、うん、なんでしょう、松、針葉樹の香りがするんですよ。ジンのジュニパーに通ずるみたいな香りしません？いや、そうやって言われるとそういう風に感じるよな。なんか奥の方ね、うん、爽やかなほんのちょっと甘さを携えた木のような感じなんですよね。あ、そうそうそう、確かにそれがちょっとジュニパーにも通ずるような、なんか苦味とスッとしたものに感じる味を、はい、入れていきましょう、はい、ああ、途中はすっきりしてるんだけど、後味がすごいクリーミーだよね。ふわって甘さがわっとくるよね、うんうん、すごい強いよね。若いんでしょうね。ああ、若いよね。アルコールの感じが、入り口がでしょ、うん、香りもそうだったけど、お口の中に入ってきた時もアルコールの刺すような刺激がやっぱ一番の印象ですね。それこそ落ち着いた白州とか、うん、フィリックとかリベットとか、ああいうさっぱりした感じの落ち着いた感じの味わいなのかなっていう中間層、うん、そうそう、中間層はそうなんだけどね。最後はもう真っ赤な、真っ赤な、うわーみたいな、そう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 、重めもシェリーだぜみたいな感じの出方をしてきますね。そうなんですよ、クリーミーな感じでブワッとくるんですよ。普通の額、はい、バランスはいいんだろうね。ずっと変わんないもんね。うん、変わんない。入り口から最後まで、うん、ゆりかごから墓場まで変わんないよね。白角の方が濃い、白角の方がさっぱり入ってくんだけど、後味でだいぶ濃さを演出してくんですよね、うん、ブワーってこう弾けるんだよ、うん、あの香りがブワーンってくるから、こっちの方がさっぱりすっきりだっていうふうに言うけど、ストレートで飲んだ場合は後味的にはこっちの方が濃く感じてしまうよね。なんか正直口の中ちょっと残りすぎて、うんうんうん、僕のどちらかというと苦手な分野の、あ、分野だよね、うん、渋みがちょっと下の上に残るタイプなんで、もうおーって圧倒されてます。まあでも、まあ、値段にすればそれなりのウイスキーですよね、うん、あ、値段相応か。相応だと思いますよ。相応だ割にしてみたらやっぱ化けんすかね。で前回缶やりましたけど、同じようなことなんじゃないかな、まあ、イメージ完全にこれで前回の白角缶に比べると、うん、これ原料っていうくらいです。どっちがさっぱりですかって言ったら悩みどころだよね。悩みどころですね。なんかね、そんな感じに僕らは感じてます。ちょっと加水してみよう、うん、はい、我々のチョイス、あなたのチョイス、塩、うん、スタンダードの角はバーボン由来ですよ ね、 すね、完全に、はい、ところどころに見え隠れする山崎っぽさ。白角ちゃんは熟れすぎた果実感と言えばいいのかな。そうですね、熟れた感じと酸味の感じが際立って出てきましたね、うん、これなんだろう、アルコール発酵の香りですよね、うん、そうそう、そういう発酵だ、フルーツとかそういうものがぐちゃっとなると発酵してくるじゃないですか。そのアルコール発酵の香り、まああとチョコレートっぽいところとか多少出てくるかなと思いますけど、やっぱそのね、アルコールなんだよね、ツンとするところはやっぱ変わんなくて、そこがだいぶ印象として強いから、それに甘さとかがこう足されていくとちょっと発酵っぽく感じる、そんな感じだと思います。普通の角はそんな変わんない、ちょっと華やかになったかなぐらいで、やっぱね安定してるよね。味いきますか。はい、白角から、ああトップバリューにそっくりじゃない。いや、トップバリューほどスペーサイドパウダーではないよ。トップバリューほどスペーサイドパウダーではないけど、あの、あれでしょ、味わいでしょ、うん、ツンとくる感じでしょ。え、
角、普通の角いってみましょうか。はい、なんかあの慣れてるよね、うん、もうあこれソーダ割りにするとちょっと粉っぽさも出るんだけど、それってバーボンだから来るさ、うん、粉っぽさなんだよね。まあまあ慣れた感じで、まあでも安定してるよね角は、うん、白角はさ合わねえわ俺に。僕もきついっすわ。きつい、うん、参ったね。参りましたね。飲んで美味しいっておっしゃる方もいらっしゃいますから。みんな美味しいって言うよ多分。チャンネル見てみ、他のところみんな美味しいって言うから。大体そうか。大体そうよ。久しぶりにウイスキー飲んでむせましたもん。ちょっと吐きそうなんですね。ちょっと吐きそうなんですね。声とか今ちょっと変でしょ。なんだろう、なんだろうな。ちょっとこう苦味がきて、うん、その後木の感じが5割で甘さも5割ぐらいで来る感じです。でそこにアルコール感も乗っかってきてて、で甘さもどっちかっていうとなんかすっきりした甘さじゃないんだよね。そう、もたっとした、もたっとしたしつこい、うん、トロンとしたガムシロップの甘さ。甘さ、そうそう、そんな感じなんですよね、うん、で渋みがそこにあって、うん、正直バランス的に僕はあんまり好きじゃないかな。僕も苦手な部類ですね、うん、ですね。初めて見た方にお伝えしておくと、僕はどっちかというとウイスキー甘い系好きなんですよ、うんうん、まあ辛いのも飲みますけど、うん、まあ甘いのの方がまあ好みかなっていうタイプなんですね、うん、岩ちゃんはどちらかといえばこういう辛い系が好きでね、そんな2人が苦手でした、うん、ちっそうですね、はい、うん、はい皆さんもね、うん、ぜひコメントも、ください。下に ね、買って飲んだ方いらっしゃると思いますし、でね、僕らのコメントだけじゃなくて、うん、ぜひそのコメント欄の、うん、飲んだ方のコメントも参考していただいて、そうですね、はい、ぜひそれを書く方は、僕はこういうウイスキーが好きで白角はこう感じたよみたいな感じの書き方してもらえると、ちょっと初めてやる方とか、そうですね、これから買ってみようかなって方も参考になると思いますので、うん、ぜひ ご協力を、はい、お願いいたします、はい、はい、というわけで、はい、今日はこの辺で、またありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。